皆さんお元気ですか？菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日2月26日金曜日、題は自由不自由を決めるのはあなた。歌は主を褒めたたえよ高らかにです。自由不自由を決めるのは実はあなたなんです。それは精神的な領域です。サラリーマンは一日の大半を同じ職場で拘束されながら仕事をしています。ある意味不自由ですよね。じゃあ自分で好きなように生きられる自営業とか経営者になったら自由かっていうとですね、意外と何していいかわからないし責任が伴うしですね、それが自由とは必ずしも言えません。拘束されているからこそそれをやってれば良いという、ですからですね、自営業、会社経営者、そしてまた雇われている人、それぞれにいい面悪い面があるんではないかと思います。ノーベル賞を受賞した南アフリカの大統領ネルソン・マンデラ氏は、もう個人ですが、若い頃反アパルトヘイト運動に身を投じたことから1964年に国家反逆罪で終身刑を言い渡されます。27年間獄中生活をします。しかし1990年に釈放されていた時には投獄された頃の顔よりももっと若々しい顔になってたんですね。彼はある時から憎しみを捨てました。すべてに感謝し許す、そういう心を持つようになったんですね。牢屋を出た後にアパルトヘイトを撤廃するという、そういう夢を抱いて、その夢からマンデラは大統領になり、それを成し遂げていきます。彼はその牢屋を不自由と考えず、そこで感謝をし蓄え、いろんな準備をしたということができます。環境には個人差があります。しかしその環境に対してどう処するか、どう考えるかで、その人が自由か不自由かを決めるのではないかと思います。どうぞあなたは自由であるということ、その自由の秘訣はキリストと共に直結して、キリストと共に生きる、そこに自由があるんですね。キリストは自由を得させるためにあなた方を、私たちを解放してくださったとあるんですね。どうぞその自由を放縦わがままに使うんではなくて、愛を持って神に仕えていこうじゃないでしょうか。主を褒めたたえよ高らかに、最後に歌いたいと思います。そんな素敵な人生を歩んでいきましょう。主を褒めたたえよ高らかに、主イエスを、主を褒めたたえよとこしえに、主イエスの名を、主の愛いつまでも変わらず、全地を喜びで満たす、主を褒めたたえよ高らかに。最後までご視聴ありがとうございました。素敵な一日でありますように。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。